これいつもの極上ご飯、飯盒で炊くご飯です。今日はちゃんぽんがふりかけを持ってきてくれたので、ふりかけご飯と食べたいと思います。おかずはちゃんぽんが好きなソーセージを買ってきました。あとベーコントレーにあるので、ベーコンも炒めて食べようと思ってます。でその後は、いつもの極上コーヒーですね。天然水で作るコーヒーなので極上コーヒーとしてます。原田まさかの毎日野外飯、頑張っていきましょう。えいえい、多かったかな、ちょっと減らす、こんなもんでどうや。今日はあんまり時間がないので、であと天気も良くなくて雨も降ってたので、気が湿ってるので、もうガスで行こうと思ってます。いいですか。はい、こんな感じで乗せていきますよ。はいはい、じゃああとは沸騰するのを待ちましょう。あ、なんかちょっと待って、焦げ臭い匂いがするんだけど。あ、もう見て、ほら沸いた。沸いて、はいや、めちゃめちゃ早いやん。炊けてる匂いしました。炊けてる匂いしました。うわ、ちょっと焦げてる匂いがするな。はい、やばい。蓋がパカパカしてきてんで、蓋がパカパカしてきてる。パカパカ、はいはい、あー、くらい、悪さを出すな。あ、見て、いい感じで、ちょっと焦げからできたかな。よし、で、これを裏返してます。はい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 、バスダメ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 。高くないソーセージと、おーい、熱いよ、バス熱いよ。危ない危ない危ない、あったあったあった、やめとけ。よいしょ、できてへんの。じゃあちょっと、しかも焦げてるし。どこ下、うん、かたかたい。これは大失敗。餅みたい。お買いにしようか。いいよ。まーす。急遽、じゃあお買いにします。食べたい。食べよ食べよ。ソーセージ。やめろ、やめとけ。ふりかけでごまかして食え。父ちゃんもそれで食うわ。日がきつすぎたんか。こんな感じです。ちゃんぽんはふりかけだけ。できます。あ、はい、おいしい、おいしい、うん、めっちゃ暑いです。暑いな。温まるね、でも。はあ、おいしい。おいしいな。でも外で食べるのおいしいな、うん。寒いけどな。ジャスミン茶は？忘れた。うん、もうやろ。え、喉乾いた。喉乾いた？おいおい、何してんのお前。バーサー、なにそれ、なにあんた、めちゃめちゃあかんて。なんで、寒い寒いやろお前。はい、暑いやろ。
熱いよ。せーの、ごちそうさまでした。ちゃんぽんさん行きますか。はい、はい、極上コーヒーの時間がやってまいりましたね。ナイスキャッチでしたね。中どんなの。こんなのってコンコンコン、もう一回お願いします。極上コーヒー入ります。これは危ないからね、父ちゃんやるしね。はい、今日の反省してみたいと思います。極上ご飯がなぜか極上おかゆになってしまいました。それはなぜかと言いますと、火加減が強すぎておこげができたのにご飯が全然できてませんでした。で、急遽お湯をたくさん足しまして、おかゆとして食べました。で、おかゆにしたらまあなんとか食べれたのでね、ふりかけかけて80点にしました。まあ、ちゃんぽんさんが甘い採点でしたね。父ちゃん的には60点かな。はい、次ベーコン&ソーセージ、これはもう間違いなく美味しかったですね。ちゃんぽんも100点と言ってるので100点としました。で、バースは60点。バース聞いたらやっぱり超えてましたね。父ちゃんが作った池の中に入ってましたね。こんな寒いのに。もういたずらばっかりということで60点。以上、原田まさかの毎日野外飯 with バース with ちゃんぽん、以上となります。天然水で作る極上コーヒー、美味しいです。この動画楽しいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら。